はい、お二人ご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お二人は別府大学の日本語教員養成課程で、実習をなさったんですね。はい、それではまず最初に、所属と名前と国を言ってください。はい、別府大学文学部国際言語文化学科張天寧と申します。中国出身です。はい、どうぞ。別府大学文学部国際言語文化学科新燕と申します。中国です。はい、あ、そうですね。はい、それでは、実際に日本語教員養成課程の実習で、やったクラス、それから指導した内容を教えてください。はい、実習3回しました。1回目と2回目は初級の E クラス、3回目は中級の D クラスでした。E クラスの内容は1回目読解と2回目は文法の助助表現をしました。中級クラスで読解の授業をしました。なるほど。はい、どうぞ。初級 E クラス2回で中級 D クラス1回をしました。初級の E クラス1回目はノデについての文法をしました。2回目は読解について授業しました。D クラスは読解について授業しました。ああ、そうですか。はい、ね、はい、担当の教員ですね、実習を指導した教員は誰ですか。はい、篠崎先生です。ありがとうございます。はい、で、次にですね、実習をやってみて大変だったところは何ですか。はい、はい、大変だったところ多いですが、うん、一番大変だったと思っているところは学生からの質問の準備です。うん、どんな質問出てくるかわからない、うん、学生どんな反応があるかわからない、うん、そのためのいろいろな準備が大変でした。ああ、そうですね。しえさんは？しょうさんと同じ考えで、うん、学生から全然予想してない質問されたらどういうふうに当てるか難しいです。うん、また、うん、自分が前もって全部準備した知識をどういうふうに学生に教えているか難しいと思います。うん、なるほど。そしたら、実習をやって良かったところは何ですか？はい、実習して良かったところもたくさんあります。うん、その中2つとても良かったと思って、うん、1つ目は授業するのは学生じゃなくて教師の立場に立ちます。うん、教師になるととりあえず自分の日本語のレベル上げないといけないです。うん、例えば、発音、正しい発音と漢字の書き順など、うん、細かいところを全部正しくやらないといけないです。うん、もう一回改めて知識を、日本語の知識を勉強しました。うん、もう一つはずっと学生として日本語を勉強しました。うん、将来私日本語教師になりたいので、うん、これからの勉強は学生の視点じゃなくて教師の視点からいろんなことを考えるようになりました。それは良かったと思っています。なるほど。はい、しえさんはどうですか。今回の実習で教師として大事な経験を積むことができました。うん、これから将来日本語の先生になるためにどういうふうに頑張れば、うん、分かりました。うん、また自分自身に前より自信を持つことができました。うん、なるほど、いいですね。それでは、今後の進路を教えてください。はい、私は4月から九州大学の大学院進学します。うん、日本語語学と日本語教育について研究します。うん、なるほど。しえさんは？中国に帰って中国の大学院に入りたいです。うん、なるほど。今その準備をしているんですね。はい、はい、では、将来の夢を教えてください。篠崎先生のような素晴らしい日本語先生になりたいです。ありがとうございます。ではしえさんどうぞ。日本語の先生になりたいです。あ、ですね。はい、頑張ってください。はい、はい、頑張ります。それでは最後に、
これからこの別府大学の日本語教員養成課程を受講する学生に何かメッセージをお願いします。はい、メッセージというより自分が実習でもらったこと、うん、感じたこと、うん、1を出すために10の準備ということです、うんうん、勉強でも将来の職場でもどんなことしてもその前に1を出すために10の準備をちゃんとすれば余裕を持って進んでいくこともできます、うん、それを皆さんに伝えたいと思います。ありがとうございます。では新井さん、まず自分の目標を確認してください。確認してからその目標を目指して最後まで諦めずに頑張れば絶対できます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に、ご卒業本当に、おめでとうございました。お忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。